デッドライジングはカプコンより2006年9月28日に発売された XBOX360 用アクションゲーム。通称デッドラ。自社製マルチプラットフォーム対応を歌うエンジン MT フレームワークの第一作目。プレイヤーは主人公を操り、ビラメッテで起きた怪奇事件の謎を究明していくことが目的。フォトジャーナリストの主人公は、 巨大なショッピングモールの中で大量のゾンビや錯乱して危害を加えてくる人間などと戦いながらサバイバルを送らなければならない。救助のヘリコプターが到着するのは3日後である72時間後。この72時間をどのようにして過ごすかはプレイヤー次第で必ずしもストーリーを進める必要はないため自由度は高い。極端な話。 ゲームのスタート地点であり、ヘリの到着場所でもある、ショッピングモール屋上のヘリポートに72時間、立ち尽くしているだけでも、クリアとなる。ゲーム内での24時間は、現実には、約2時間で経過するため一度のプレイは6から8時間程度。ゲームオーバー、または、クリア時のアイテムやステータスを次回に持ち越すことが、可能で、周回を重ね主人公が強くなっていくにつれ、 次第に、ストーリーの真相に近づきやすくなっていく。最初のうちは、b 級映画テイストでストーリーは、進んでいくが、真相に近づくにつれてストーリーは、アメリカの食糧事情への皮肉を感じさせつつ徐々に、暗い展開へ変貌していく。エンディングは7つあり、プレイヤーの行動によりそれぞれ英会まで分岐し、中には、バッドエンドも存在する。 同じくカプコンによるゾンビを題材にしたバイオハザードシリーズとは一線を隠しており、あちらは数は少ないものの一体一体が脅威となるのに対し、本作では一体のゾンビはそれほど脅威ではないが、画面内を200体以上の大量のゾンビが埋め尽くす点が大きな特徴。舞台となるショッピングモールにはおもちゃや DIY ショップ、食料品店、ガンショップなどが揃っており、 おもちゃの水鉄砲からスナイパーライフル、フライパン、アルコールなど数百を超えるアイテムが存在する。そしてそのほとんどが武器もしくは食料として使用可能である。また、主人公の見た目を変えるメガネや衣装なども充実しており、男性向けジャケットなどはもちろん女性用ワンピースや子供服、さらには馬の頭のかぶり物やロックマンダッシュシリーズに登場する子分の頭の かぶり物などのジョークグッズまで着用可能。これらはリアルタイムでもにも反映される。レベルを十分に上げれば武器を使わずに素手でゾンビを殴り殺すといったこともでき、その身一つでゾンビをなぎ倒していくことも可能。経験値はゾンビを殺す、サイコパスを倒す、スクープを撮影する、生存者を救助するといった行動をこなすことで獲得できるほか、ジムのフィットネスマシーンなど、 ステージ上に設置されているものを用いていることもできる。また、書店などで入手した本を所持することで新たなスキルを得たり、アイテムの効能を増強することができる。2009年2月19日には、リメイク作品、デッドライジングゾンビのイケニエが Wii で発売。Xbox 360版にアレンジが加えられており、写真撮影などのゲーム性を一部排除し、アクションシューティングに、 ゲーム性の重点を置いた作品になる。Wii 独特のコントローラーを用いた操作が新たに盛り込まれている。他登場キャラクターの一部が登場しなくなっていたり、一部のサイコパスが普通のゾンビとしてゾンビの中に紛れていたり、Xbox 360版では通れた通路が通れなくなっていたり、と若干の違いが存在する。また、今作の5年後を描いた続編。 デッドライジング2が XB360、PlayStation3、Windows の3機種の制作が決定し、Windows 版を除いて、日本では2010年9月30日に発売された。そして第3作、d e ドライジング3が、Xbox One で2013年11月20日に、発売。第4作、d e ドライジング4が、Xbox One で2016年ホリデーシーズンに、発売された。 2016年9月13日にプレイステーション4、Xbox One、PC 版がダウンロード版で2016年9月29日にパッケージ版が発売された。アメリカ合衆国、コロラド州ウィラメッテ、人口53,594人、特産物なし。目立つものは大きなショッピングモールのみ、この何の変哲もない街が突如として厳重な情報規制のもと、 完全に封鎖された。フリージャーナリストであるフランク・ウェイストはこの事態にスキャンダルの匂いを感じ民間のヘリをチャーターして空からをいらめて侵入する。最初は住民による暴動のように見えた。だが彼がカメラのファインダー越しに見たものは人間とは違う大量の何かが人間を襲う精算な場面であった。途中で軍のヘリに追われたフランクは72時間後に 迎えに来るよう操縦士に告げて、モールの屋上へと飛び降りる。そこには一人の男が立っていた。何が起こったのか尋ねるフランクへ彼はこうを告げる。その目で確かめるがいい。ここは、地獄だ。ここで書かれているキャラクターの末路は、すべてのケースファイルを埋める。または、サブストーリーを最後まで終了させると発生する、末路である。そのため、本来の目的とは違う行動をとることで、 展開上必ず死亡するキャラクターを生存させることも生存するはずのキャラクターを死亡させることも可能である。各地のスクープ級で登場する要救助者。要救助者を発見して同行させると、ジョインボーナスとして PP を獲得でき、無事に主営室まで送り届けるとエスコートコンプリートボーナスとして同行時の2倍の PP が手に入る。 生存者ごとに行動パターンは異なり、積極的に攻撃したりゾンビに怯えない勇敢な生存者もいれば、逆にほとんど攻撃せず、ゾンビに怯えて立ちすくむ臆病な生存者もいる。生存者によっては武器を渡せない代わりに手をつなぐ、おぶる、肩を貸すといった補助行動を行うことも可能。なお、生存者がゾンビに殺された場合、その生存者がゾンビ化するムービーが入る。 また、救出できる生存者は8人までしか登場しないという制限があり、救出できる生存者を放置していると本来、発生するはずの生存者発見サイドケースが発生しなくなるため、注意が必要。なお、サイドケースの時間切れ、生存者の死亡、生存者のエスコート完了が、生存者カウントから外れる条件となる。8人以上を同時にエスコートする。 8人以上の女性を同時にエスコートすることで解除できる実績も用意されている。以下の生存者はムービーなどで必ず死亡するか殺されるかして救出することはできない。ゾンビに対抗する能力はほぼ持たない。同行ううもしないし会話することは不可能。本作におけるサイコパスは本来の意味とは異なり、発狂した人間のほか混乱に乗じて、 悪事を働く人間、主人公を敵とみなして攻撃してくる人間を指す。ボスとして要所要所に登場し、ゾンビよりもはるかに手強い。また、従来のゾンビ系ゲームとは違って本作には、ボスとしてのゾンビや異形のクリーチャーなどは存在しないが、これは最も恐ろしいのはモンスターではなく、人間自身というテーマ性が入っているためである。なお、上司には、受けが、 少し悪かったとのこと。サイドミッションであるスクープに登場するサイコパスたち。ストーリーを進めるだけなら戦う必要はない。メインストーリーであるケースに登場するサイコパスたち。ストーリーを進めなければ出現しないが、同時にストーリーを進めるには必ず倒さなくてはならない。北米では発売から2週間で50万本を出荷。 2006年12月には100万本を突破。カプコン41作品目のミリオンセールスを記録した。これを受けて、カプコンの株価は上昇、業績の情報修正を発表する運びとなった。また日本ゲーム大賞に1007のグローバル賞を受賞しており、外国作品部門を受賞している、ギアズ・オブ・ウォートのダブルパック仕様版も発売された。 日本版と北米版には以下の違いが存在する。以下に列挙する。また、以下の変更点は、日本版、欧米版での変更点であるまた、激しい残虐表現のために、ドイツにおいては発売禁止に指定された。映画化作品として、ゲーム版の荷を下敷きにして、舞台を日本に変えた映画、カバネ病を占デッドライジングが2010年に、XBOX ライブ先行配信。 あとに DVD 化という形式で公開。キャストは吉田大樹、矢崎博士、安藤清尾小野博之、渋川清彦。稲船の初監督作品であり、脚本は稲船と池原実が担当。また2015年に日本国外でもデッドライジングウォッチタワーのタイトルで実写映画化され、同年にストリーミング配信が行われ、あとに ブルーレイ DVD 化された。ありがとうございます。